どうもこんにちは、ドンコメです。今回は、日本の新幹線と中国高速鉄道、どちらが先進的なのか、という記事をご紹介します。中国のニュースを紹介する、サーチナというサイトで、2月11日に紹介された記事です。中国メディアの、新蘭は、9日、日本の新幹線が、カモの橋のくちばしのように、長いのに、なぜ中国高速鉄道は長くないのか、と題する記事を掲載しました。以下、中国の記事を翻訳しながらまとめたものです。近年、中国は高速鉄道を、続々と発展させています。中国の車両は、弾丸型をしているのに対し、日本の車両は、カモの橋のような形を、しています。専門家は、弾丸型の高速鉄道車両は、トンネルを通過するときに、大きな騒音を発生させる、欠点があると指摘します。日本の国土は比較的狭いため、高速鉄道は、住宅の近くに建設されています。日本は、中国よりも早い段階で、高速鉄道を研究していましたが、当初はその過程で、多くの騒音問題を経験しました。この問題を解決するため、日本はカモの橋型の長い鼻を持った車両を開発しました。弾丸型の車両はうるさいという人もいます。実際、中国の高速鉄道は人々の生活に大きな影響を与えないため、住宅地から比較的遠くに建設されています。とのことです。さて、中国の高速鉄道は、現在爆発的な勢いで、その路線網が拡大しています。その最新型車両、CR400 型は、カナダのボンバルディア社の、ゼフィロというブランドの技術を、使った車両で、設計最高速度は、420km にも達しています。営業運転も、最高 350km 運転を、行っています。この車両の先頭車は、いわゆる弾丸型で、日本で言えば、北陸新幹線のような形を、しています。今回は、この CR400 型について、掘り下げてみたいと思います。営業運転を開始したのは、2016年8月で、中国東北部の、大連とハルビンを結ぶ、波大旅客専用線に、導入されました。日本だと、パシナ型機関車、アジア号でおなじみの、南満州鉄道のあった区間、といった方が、聞き覚えがある人もいるのではないでしょうか。2017年9月からは、350km での営業運転も行っています。総延長は904km で、日本だと、東京から新山口ぐらいまでの、距離です。最速で、3時間半ほどで運転していますから、かなり速いことがわかりますね。さて、この車両ですが、中国では、復興号という愛称を、与えられていて、かなり気に入られているようです。この車両の特筆するべきところは、モーター出力が、650kW もあることでしょう。これほどの大出力の、モーターは、日本だと、電気機関車クラスにしか、搭載されていません。例えば、EF66 は、直流モーターですが、650kW を、積んでいます。これ以上大きいものとなると、変電所ブレーカーとまで、呼ばれた EF200 の 1000kW モータークラスになってしまいます。参考として、日本で最近試運転の始まった試験車両 α-X のモーターは 380kW です。α-X は重量編成すべてにモーターを積んでいて、中くらいの出力をたくさん積むという発想なのに対し、中国高速鉄道の CR400 は大出力のモーターを少なく積むという、どちらかというと、機関車牽引列車に近い発想を取り入れていると言えます。実際、最高速度200km 程度に抑えた動力集中方式の車両 CR200J という車両もあります。さらに、制御装置である VVVF インバーターは、水冷式と書かれていました。水冷式のインバーターを、速
装備している例としては、JR 西日本の豪華列車、水風が挙げられます。しかし、本来ファンが設置できれば、十分のところ、機器スペースの都合上、やむなく水冷式にしている、との記事があったので、CR400 のような高速鉄道で、わざわざ水冷式を取り入れるということは、よっぽど発熱が大きいのではないかと、考えられます。実際、中国語版のウィキペディアによると、400A タイプのページに4件、400B タイプのページに15件もの、車両トラブルに関する記事が、書いてありました。幸い、死亡事故などについては特に、書かれていないようでした。いかがでしたでしょうか？ CR400 は、現在は、17両編成の列車も、存在し、北京と上海を結ぶ、蛍光高速鉄道、広州から深圳を経由し、香港まで結んでいる、広深高速鉄道などで、350キロ運転を、行っています。ドンコメ浜田、乗ったことはないのですが、Google マップなどの航空写真を、見ると、駅などの施設が、とにかく大きくて、さすが大陸国家だなという感じがしました。ただ、高速鉄道車両は、通常の車両よりも、経年劣化が早いため、日本でも、最近は10年から15年程度で、更新工事か、世代交代が行われる傾向があります。中国高速鉄道は、慢性的な赤字体質と、言われており、定期的な保守メンテナンスが、果たしてどこまで行き渡っているのかが、ちょっと気になるところです。中国の人口は日本の、10倍以上ですが、国土面積は約25倍で、人口密度で比較すると、日本よりも低くなってしまうのです。そのためか、ドル箱路線も限られている、と言われており、今後どのような経営が行われるのか、気になるところです。まだまだ新しい路線を作るつもりという話は、よく聞く話ですけどね。それでは今回はこの辺で、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またみてぐね、チョンニルトロクシテクリルト、ウリシナ。Thank you for watching. See you again. Bye bye.